はい、今回新型シエンターですね、夜間で、まあ、比較的狭い道を中心に走行してみたいと思います。昼間も走った道ですね。あとちょっと小雨が降ってきましたね。日中だと結構雨が降ってて、まあ、それでもルーフに当たる雨音はそこまで気にならなかったですね。本当に新型のは同じ道で運転しましたけど、だいぶ新型シエンタの方は小回りが効いて運転しやすいですね。まあ、前兆もありますし、やっぱり5ナンバー車で最小回転半径5メーターということもあって、小回りが効いて運転がしやすいんですよね。結構雨降ってきましたね。で、今はオートマチックハイビームに設定してるんですけど、基本的にロービームのままで、小さいですけどね、そこまで差がないように思うぐらい小回りが効いていて、春とか秋とかだと、まあ、長距離移動であまりゴーストップとかしなかった場合、30キロパーリッター超えてきそうなくらいですね。燃費が良さそうで、カタオグ燃費でもハビットのベースの X なんですけどね、28キロパーリッター以上ですからね、もうかなり低燃費で、まあ、デメリットで言えばインテリアの質感があまり良くないのと、あとはちょっと3列目シートが狭いというですね、まあ、そういうのコンパクトミニマンなんでそこら辺は仕方ないですけどね。まあ、走行性能とか燃費もそうですし、やっぱ安全面が大幅に強化した点が一番のメリットですよね。進化したポイントですね。でもうちょっと上げ走ってみます。で、こういった道だと街灯の関係かロービームのですね、音の違いに、4時15分か4時30分になってきたら赤くなってきますけど、冬場なんで、まあまだ暗い、まあなんで夜間
バッテリー容量関係とか、あとアクセル操作によってはもう解除されたりしますけど、ドライブモードの上ですね、 EV スイッチを押して、まあ、強制的に EV モードに設定してます。強めにアクセル踏んだらもうこういった感じですね。 EV モードは解除されましたって表記されます。でまた EV スイッチを押して、ハイブリッド充電不足のためですね、もう2つの理由で大体解除されますけど、裏でここを通って、昼間も走った道ですね。まあ、あとちょっと小雨が降ってきましたね。日中だと結構雨が降ってて、まあ、それでもルーフに当たる雨音はそこまで気にならなかったですね。いや本当に新型のはもう同じ道で運転しましたけど、だいぶ新型シエンタの方は小回りが効いて運転しやすいですね。まあ、前兆もありますし、やっぱり5ナンバー車で最小回転半径5メーターってこともあって、小回りが効いて運転がしやすいんですよね。結構雨降ってきましたね。よいしょ。で今はオートマチックハイビームに設定してるんですけど、基本的にロービームのままで、ずっとロービーム、街灯とかあったらさすがにロービームのままですね。で普通の県道も走行してみます。まあ新型アクアと比べても、まあ、新型アクアの方は全長短くて最小回転半径も小さいですけどね、そこまで差がないように思うぐらい小回りが効いていて、よいしょ、でまあこの EV 走行が本当にすごいですよね。これ春とか秋とかだと、まあ、長距離移動であまりゴーストップとかしなかった場合30キロパーリッター超えてきそうなくらいですね。燃費良さそうで、片奥燃費でもハビットのベースの X なんですけどね、まあ、28キロパーリッター以上ですからね、もうかなり低燃費で、まあデメリットで言えばインテリアの質感があまり良くないのと、あとはちょっと3列目シートが狭い点ですね。まあそういうのコンパクトミニマンなんでそこら辺は仕方ないですけどね。まあ走行性能とか燃費もそうですし、やっぱ安全面が大幅に強化した点が一番のメリットですよね。まあ、進化したポイントですね。
でもうちょっと開け走ってみます。でこういった道だと街灯の関係かロービームのはですね、音の近いビーム。まあ夜間というか、まあ朝の朝って言っていいのか、もう4時前ですけどね。時期的な関係もあって、夏場だと4時15分か4時30分になってきたら赤くなってくるんですけど、冬場なんでまあまだ暗い間なんで夜間って紹介しますけどね。信号機やっぱり関係ないですね。オートアンチハイビームハイビームになってるんで。で EV スイッチがあるんで EV スイッチ押しても EV モードになるんですけど、バッテリー容量関係とか、あとアクセル操作によってはもう解除されたりしますけど、ドライブモードの上ですね、 EV スイッチを押して、まあ、強制的に EV モードに設定してます。で強めにアクセル踏んだらもうこういった感じですね、 EV モードは解除されましたって表記されます。でまた EV スイッチを押して、ハイブリッド充電不足のためですね、この2つの理由でだいたい解除されますけど、はい、今回新型シエンタで夜間で比較的狭い道中を中心に走行してみたでした。